ヤシオパーキングエリアショップキッチン840地図ヤシオパーキングエリアは埼玉県ヤシオ市大瀬にある首都高速道路6号三里線上にあるパーキングエリア。上り1000にのみ設置されておりヤシオ本線料金所の先左手から侵入する。2020年6月5日に飲食物販店舗がリニューアルオープンした。パーキングエリア内にあるバス停は 校舎のみの取り扱いとなる。首都圏新都市鉄道八シ駅までは徒歩6分であり、上機格線の車内では八シ駅から秋葉原駅方面への乗り継ぎ乗車券を100円で販売している。本、パーキングエリアでは当初指導側から歩行者の出入りが可能となっていたが、2013年5月29日より、この出入り口からパーキングエリアへの入場はできなくなり、 パーキングエリアから出場のみできるシステムに一旦変更された。その後、2019年3月12日に埼玉県道116号側に新たに出入り口を設けたことにより、一般道側からの入場が再度可能となった。ヤシオパーキングエリア飲食、物販店舗をリニューアルオープンしました。首都高速道路サービス株式会社。2020年6月5日閲覧。 高速バス、筑波号ヤシオ PA、乗り入れキャンペーンのお知らせ、ニュースリリース関東鉄道地域のふれあいパートナー。2017年10月1日閲覧。JR バス、関東デジタル時刻表筑波号、ミッドナイト、筑波号2008年6月から2009年3月31日までの乗り継ぎ実証実験を経て、2009年4月1日から本格運行に至った。 国土交通省関東運輸局、高速バス、鉄道の立議運行、3月12日足をパーキングエリア、一般道からの出入り口オープンについて、首都高速道路株式会社、2019年3月12日閲覧、ありがとうございます。